高品質、しかも安い武士蔵。すみません、練習前にちょっといろいろお話を伺えればと思います。よろしくお願いします。特に今年ですね、コロナ禍になりましたけども、全国大会で、久々の全国大会で出場できたっていうのは一つ大きかったのかなと思うんですけど、いかがだったでしょうか。そうですね、この今の3年生は、入学してその最初の半年は普通に活動できましたけども、あの年明けあたり、年末年始あたりから最初のあのコロナの混乱があって、これで日本中が止まったじゃないですか。部活動もできなくなり、かなりできなかったですよね。2ヶ月3ヶ月できないっていうところもあり、でその時ですね、実は男子が本校創部以来の初の団体全国だったんですよ、選抜大会が。このタイミングで中止なのかっていうのを、その今の3年生にとっては1個上の先輩になるんですけど、まあ、男子とはいえ女子からしたらですね、まあ今の3年男子も出る予定でしたし、この初めて70何年の一部の学校の歴史の中で男子初、個人戦はいろんな先生方が、先輩方インターハイとか出てますけど、選抜にしてもインターハイにしても団体では初めてだったんですね。選抜がなくなり、インターハイもなくなった1個上の先輩を見て、もう先輩の分までっていう、まあ、合言葉で、まずもってその1年生の時に熊本インターハイを見て、で2個上があのインターハイ10年ぶりに女子が出て、その姿を見て2年後私たちもっていう思ってたところで、今度1個上は中止になりっていう、この落差がとてもあったと思うんですけども、不安だったでしょうね、多分ね。そうですね、ヒヤヒヤしてたんじゃないでしょうね、多分。なんか私の前ではいろんな話をしたり、休校中直接会えない時はいろんな手段を使って電話なりメッセージなり使って連絡を取って、強い気持ちいるんだぞみたいな話をするんですけど、まあ後日その親と保護者の方々に聞くと、目標としていたものがなくなって、これから私はどうしたらいいんだろうっていうような、女子インターハイ行かせていただきましたけど、千葉県は選抜予選もなかったので、その分もう絶対インターハイっていう思いは、はい、男子はそのおかげで選抜行けたんですけど、はい、思いはすごい強かったと思いますね。はい、母校ではない伝統校を引き継ぐというのは、はい、プレッシャーもご苦労もあったかなと思うんですけど、ね、これだけはいかがでしょうか。はい、でも私は千葉県でお世話になったので、千葉県を代表する学校を任せていただくということは、まあプレッシャーとかは言ってしまえばあるかもしれないですけども、まあそんなことより生徒の目標達成のサポート、そのために自分が勉強し続けるっていう、その思いの方が上回ってたんで、私のプレッシャーなどはもうどうでもいいことで、はい、まあなんとか結果出したいなって当然思うんですけど、はい、それよりなんとか子供たちの目標、見たい景色を見させてあげたいっていう思いが、まあ、今もですけど、強いですね。はい、やるからにはやはり目標というのは、どういったところに設定してありましたか。はい、これはやるからに日本一、はい、これを目指さないとチャレンジする意味がないですからね。はい、ちょっといいぐらいの目標じゃ、中途半端ですから。はい、ご指導法ですねっていうのは、まあ、どういったところがベースになってますか。やっぱりご自身の経験というのは大きいんでしょうかね。はい、来てくれる生徒も